そっか、塾の久保です。私は2013年に自己アフィリエイトを含めるアフィリエイトで、一台を築いたわけなんですけども、その後ね、転売に行ってみたりとかね、それからもちろん YouTube もやってましたし、セミナービジネスをやったりね、その他コンテンツもどんどん出してきましたし、それから FX もやりました。暗号通貨もやりました。こうやってやってみるとね、じゃあ今さら自己アフィリエイトをはじめとするアフィリエイトって遅いのかな、サイトアフィリエイトってもう遅いんじゃないのとかね、今更 YouTube やってもしょうがないんじゃないのって、いろんな意見あるんですけども、ぶっちゃけ別に遅くはないんですよ。っていうのが、やってる人もいるんですけども大して続かないんですよ。ですので、いつ参加するかじゃなくて、いつまでやるかじゃないかなと思いますね。だから早期に参加して、例えば2012年とか2013年に参加して辞めていった人がなんと多いことかですよ。逆に言うと、その頃スタートして今までやってる人ってのはちょっとトントンいないですよね。そう考えると、早く始めたからといってね、じゃあ先行者利益取れるかって、そんなことなくって、あくまでも先行者利益ってのはあったと思うけども、じゃあその先行者利益をね、継続する人がいるかってことなんですよ。確かに2012年とか2013年始めた方ってのは先行者利益は取れたと思いますよ。アフィリエイトだろうが YouTube だろうが、特に2014年2015年ってのはYouTube の商材でボンバン販売してね、先行者利益取った人いると思うんですよ。だけども、先行者利益を取ったその有利なポジションから今儲けてるかって言ったら、その人はもうね、脱落してると思います、ほとんどの方が。そればかりか、例えば去年始めた人がもうすでにね、月収100万200万いったりする例はまだワンサと出てるわけですよ。今日から始めた人が半年後1年後に大化けする可能性も結構あるんですよ。だからいつ始めたから遅いってことではなくって、いつまでにしかやらないから、要するにやる期間が短いからダメってことなんでしょうね。期間だけの問題ではないんですけども、とかくなんかそのやらない理由に今更ダメみたいなことを言ってますけども、ちょっと待ってくださいと思います。確かに私はね、 YouTube なら YouTube をずいぶん前からやってますけども、でも今日の売り上げってのは今日立ててるわけなんですよ。今日作った動画からも収益が取れてます。明日作る動画からも収益取れるでしょう。その動画ってのは1年後3年後5年後も私に収益をもたらすでしょう。だから今まで作ったものももちろんあるんですけども、これから作るものもちゃんとね、新しいビジネスとしてアフィリエイト報酬をもたらしてくれるわけなんですよ。もちろんコンテンツ販売報酬もです。ということは、ある意味私は毎日始めているってことなんですよ。8年前から YouTube を始めて、毎日始めてるんですよね。今日も始めてるんですよ。今日作った動画で今日収益上がってますからね。だから別にこの動画を見てね、明日から始めても今日から始めても来週から始めても収益は、入るチャンスは十分あるんですよ。だから今入った人を収益化から外すみたいな、そんなルールはないですからね。だから今始めてもいつ始めても全然遅くはないと。ただ今始めたら数年前に始めた人よりは不利でやることは不利だと思います。じゃあなんで不利かっていうと、今始めてもじゃあ5年やってましたってことにならないんですよね。でも5年前からやった人は今日やった作業で5年前からやってましたってなるわけなんですよ。ただし5年前やった人っていうので生き残ってる人はほとんどいないです。だから恐れることはないです。先行者利益すごくいいポジションでスタートしたのに、もう今はいないわけですからね。だからビビることはないです。バンとやってさっとね、利益取ってほしいなと思います。ね、そんなところでしょうね。だからね、今遅いとか明日遅いとかそんなないんですよ。そう、遅いと思うんだったら早くやんないと、もっとね。でやらないって決めたんだったら、この動画見る必要もないし、もはや YouTube は見るだけ娯楽にしといてね、それをビジネスにしようなんてもう本当に、わずかでも思わないことじゃないですかね。結局なんとなくうまくいきそうだけども、今日やらなかった理由に今遅いんじゃないですかっていうね、今まで何十回となく何百回となく起こしてきた疑問をまたさらに重ねてるんじゃないかなと思いますけどね。